こんにちは、中島健太です。今日は、勝手に、オタクな西洋画第2弾をやりたいと思います。単純に意外と面白かった 勉強になりましたし、すごくこう敷居が高いっていうふうに感じられがちな西洋画を、まあこんなふうにちょっと大喜利のネタにすることによって、なんか思わぬ形で親近感が湧くっていうのは結構発見でしたね。今日は何枚か4枚ぐらい紹介できたらと思うんですけど、まずは1枚目、こちら、イワン・クラムスコイ、見知らぬ女、あるいは忘れぬ女っていうタイトルですが、もう長い間推し続けて自分の推しが今日も素晴らしいことは分かりきっているため、いちいち騒ぐこともなく母かおばあちゃんのような気分で穏やかに推しを見つめる現場の女オタク。まずちょっと長いんですけど、なんかこう気持ちの重さみたいなものが伝わってきますよね。これともう一つ面白いものがあって、こちら、はいじゃん、こちら「荒野のキリスト」っていうタイトルの作品で、こちらもね、クラムスコイの作品で、これね、ジャンルがマイナーすぎて語り合う相手がいない まあ絵画もね、結構マイナーなジャンルだからね、語り合う相手がいないっていうのは結構ありますけどね。この作家ってまあ1800年代中盤の作家で、まあやっぱり150年以上の時を経ているんですが、150年の時を経て「オタクの西洋絵画」っていうハッシュタグで2つも作品が出てくるってすごいことですよね。まあそれだけ作品に力があるっていうことだし、何かを伝えるメッセージっていうのが込められてるっていうことだと思うんですが、イワン・クラムスコイっていう作家は、まあ、イリア・レーピンっていう作家と並んで、ロシアの人物画家としては、最も有名な巨匠として知られています。ちなみに、先ほど出てきた、見知らぬ女、あるいは忘れぬ女は日本にも数回来ていて、僕が好きな女性像のトップ3に入る作品っていうぐらい僕も好きな作品ですね。この作品のモデルっていうのは未だに誰か分かっていないっていうことも、この作品のミステリアスさっていうのを助けていて、ロシアの中では最も人気がある女性像と言われています。僕も大好きですし、ある意味その謎が多いことからも、ロシアの中においては、モナリザのような立ち位置の女性像なのではないかと思います。お次です。こちら、はい、じゃん。これまあ言わずと知れたドガの作品ですね 面白い。撮影疲れのコスプレイヤーってね、いっそーみたいな これドガの作品なんですけど、ドガって非常にその裕福な家庭に生まれていて、40過ぎるまで作品を売ったこともなければ売る必要もないっていうぐらい裕福だったんですよね。一方でその、印象派っていう運動にかける思いっていうのが強い人で、今回のハッシュタグで知ったんですけど、オタクの方々がそのハマっていくことを沼にはまるっていうんですね。だからドガーなんていうのは割とその印象派の沼にはまった人、それはその思いが、印象派に対する思いが強すぎて、ルノワールとかモネとかっていう作家は、印象派展に対してサロンっていう、まあ、ある意味その大ボスみたいな、ところがあったんですが、サロンに出そうとする作家っていうものをドガっていうのは非常に敵対視してたんですね。印象派の作家の中でもモネとかルノワールっていうのは、サロンに対しても挑戦しようっていう思いが強かったんですが、それゆえにドガとはしょっちゅう喧嘩をしていて、印象派展っていうのは1回から8回までしか続かないんですが、その理由に、そういうその方向性の不一致があったっていうふうに伝えられています。まあ、だからドガなんかもかなりその沼にはまりやすいタイプだったようなので、今の時代に生きてたら何かのオタクさんになっていたかもしれませんね。今週号がとんでもないところで終わり、次号救済を知った本誌派オタク。本誌派っていうことは、まあ、単行本じゃなくて週刊連載とかで、作品を追っているっていうことですよね。で、ちなみにですね、この作品のタイトル絶望なので 今週号がとんでもないところで終わり、次号救済を知った本誌派オタクの絶望みたいな 合ってるっていうね。ちなみに
この作品は、クールベ自身の自画像だというふうに言われています。クールベ自身が一体何に絶望したのかまではちょっと僕はわからないんですが、あのクールベっていう作家も、まあ先ほどのドガに続いて非常に裕福な家庭に生まれていて、それゆえにサロンで評価されるってことにさほど頓着がなかったようなんですよね。あの自身のリアリティの方を優先した、サロンで評価される作風ではなくて、自身のリアリティを追求したことから、リアリズムの作家なんていうふうに言われています。クールベが書いた作品で、史上最もエロティックな作品って言われている作品なんかもあったりします。さすがにここではねちょっと紹介できないような内容の絵画なので、ぜひ興味がある方は検索してみるとちょっとびっくりするかもしれません。150年の時を経てまさか現代のオタクと感情がシンクロするっていうね、いやー面白いハッシュタグでしたね。こうやってあのジャンルを超えて、やり取りできるっていうのは面白いですよね。あの勉強になりました。またちょっと追っかけてみたいと思います。今日も、ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。